今回は中古激安ゲームを開封していきます。まあ、これただですね、半年以上前の動画になります。はい、今日はちょっと違う形でたくさんアウトレット品を買ってきました。まあ、今回ですね、2021年の11月頃にですね、ゲオの中古商品の取り扱い終了に伴っての売り尽くしセールっていうのがあったので、まあ、こちらをね、買ってきたっていう動画にね、しようと思ったんですけれども、まあ、これ全部見ていただければわかるんですけど、ゲオはまあ、ほとんど買ってなくて、他の店とかでも買ってるんですよね。っていうのと、まあ、半年以上前っていう瞬間過ぎたので、まあ、供養の動画です。最初これですね、ゴッドイーターの一番最初のやつですね。これ昔体験版でやった以来やってないんで、ちょっとやりたくなってやりました。で、次ゴッドイーターバーストのアペンド版ですね。これアペンド版って全然よく意味が分かんなくて、なんだろうと思ったら、これこっちの初代ゴッドイーターの UMD ディスクないとできないやつっぽいですね。セーブデータが。なんで危ねって思いながら、とりあえずこれ変えたんでよかったです。で、次みんなのゴルフポータブル。ミンゴルとか昔プレッツのやつとかやってたんで、ちょっとポータブルもやってみたいなと思って買いました。で、次がテニスの王子様スマッシュヒット1と、2ですね。2つ買いました。これなんかあれらしいんですよね。格闘ゲームっぽいんでね。なんか相手を病院送りにできそうなゲームらしいんで、買っちまいました。まあ、これで全部50円なんで、ちょっとこれか。これ鉄拳タッグトーナメントって。多分グラフィック的に鉄拳3かな。ちょうど鉄拳3やってたんで、プレスのやつ。ちょうど、グラ的にはもう、ちょうどやってたあれだったんで、ですね。で、ここまでが、全部で1、2、3、4、5、6。まあ、6本あるんですけど、これで全部300円ぐらい。まあ、お買い得ですね、っていうことで、まあ、ここからは全然関係ないやつなんですけど、まあ、北斗無双。これ160円かな、確か。160円で買ったんですけど、なんかレビューがすごいひどくなってて、ひどい感じになってたんで、まぁ、ちょっとやってみようかなと。で、次が、はい、これですね。デビルメイクライ4。デビルメイクライシリーズは、クリアしてないんですよね、実は。1、2、3入ったやつと、1、2、3持ってたんですけど、1も、1と3やって、どっちも中途半端に終わるっていう。なのに4を買うっていうね。いや、難しいんですよね、普通の難易度でも。今日もジャンク品を買ってきたんですよ、実は。ということでですね、今日は古本市場さんに来ました。ゲオの、セールじゃなくて、古本市場をたまたま、まあ、行けることがあって言ったら、なんかジャンク品とかめっちゃ売ってたんで買っちゃいましたね。はい、これ。メタルギアソリッドのピースウォーカーですね。もともと、オプスとかオプスプラスっていうのがあって、そっちをやったことあるんですけど、その後の作品のピースウォーカーは実はやったことがないんですよね。操作性が体験版でやった時ひどくてっていうとあれなんですけど、ちょっと自分に合わなかったんで買わなくて、これカセットだけなんですけど200円ですね。まあとりあえず動作するかもわかんないですよね。で、次がこれですね。はい、ファイナルファンタジー13の、まあ13の3ですね。2じゃなくて、ライトニングリターンズ。最終章かな、多分。でも実は13途中までやってクリアしてない上に、13の2、もうやってすらいないのになぜかこれを買うっていう。これも200円ですね。これでも結構安い感じするんですけど、どうなんですかね。で、これですね。これが一番今回いい感じにお買い得品かなと思いますね。はい、これですね。ファイナルファンタジーの15。これ200円ですよ安くねえですか。これディスクのみなんですけど、ディスクのみなんですけど、まあ取説一応ありますけど200円なんですよ。お買い得すぎるで、あとはまあ弱品じゃないんで、トレカもちょっと買ったんで、そう、この前ダイソーでこれ買ったんですよ。ドライブ手袋。これ使ってカードとかを傷つけないようにしようと思って買ってたんですけど、もう全然忘れてたっていう。お見せします。まあ、こっちからでいいか。はい、スッと。はい、まあ1枚目ですね。魔導ギガサイバー100円ですね。まあ、ギガサイバーそんなに高くないカードなんですけど、ちょっと欲しくなったんで買いました。てか今回のカード全部、まあ、2期とか古いカードなんですけど、そんなに別に高いカードではないですね。
はい、次。はい、天空騎士パーシアスのスーパーレアですね。昔って確かパーシアスってあれでしたよね。確かストラクチャー前ももともと出てたんで、でもこれがそうかな、多分。ストラクチャーは多分ノーマルだけど、これは多分パックに封入されてたのかな、確か。ちょっと忘れました。はい。で、次、はい。はい、メカハンターですね。あ、ちなみにここら辺大体100円から200円のカードです、全部。メカハンターのスーパーレア。スーパーレアあったんだ初めて知りました。これもちょっと懐かしくて買いましたね。はい、次、レジェンドデビル。なんだっけ、あ、そうだ、これ時間が経てば経つほどターンかが経てば経つほど攻撃力が700ポイントずつアップするっていうね、地味に効果がちょっとワクワクさせるようなカードですね。これもちょっとワクワクしたんで買いました。はい、で最後ですね、はい、エンドオブアヌビスの、シークレットレアですね。これもこれレリーフ持ってるんですけど、シークレットもなんか一応買ってきましたっていうところで、はい、ということで今日も買いましたゲーム買ってきたんですけど、ゲオ行ったらもうほとんどいいソフトなくて、ちょっとフルコン市場っていう方で買いましたちょっと紹介していきますね。最初これかな、アムネシア、これ PSP ですね。255円なんですけど、有名な女性向けのゲームですね。女性向けなのかな？まあでも、友達結構やってる人いたんで、ちょっと安かったんで買いました。アムネシアの初代と、続編のレター、クラウドですね。この3つ、255円2つと、346円ですね。まあ、過去にゲーム実況したアムネシアとは別の、こっちは、どちらかといえば女性向けのゲームかな？恋愛シミュレーションゲームですね。ビータのやつですね。コールオブデューティーブラックオプス。これビータ版で唯一出た COD ですね。これもちょっとキャンペーンやりたくて買いました。ということで、これまた激安なものを買ってしまいました。こちらですね、キルゾーンシャドウフォールがですね、なんと中古で、ケースだけで、説明書ついてたっけ、ついてるかな、500円です。いやー、キルゾーンシリーズは一番私が最初にやった FPS なんでね、思い入れが強いんですけれども、プレステ4版はまだやってなかったということでね、500円って安くないですかっていうところでございます。ということでいかがでしたでしょうか。まあ途中からもうギオじゃなくてほとんどフルフォン市場でゲームを買ってたんですけれども、まあ世の中にはね、こういう安くなってるゲームっていうのはたくさんあるので、皆さんもぜひ買ってみてください。っていうのと、まああと半年以上の前のね、お蔵入りの動画がね、まだまだ他にもあるんで、まあそれもね、ゆったり見ていただけたらなと思います。チャンネル登録お願いします。さよなら。